これはとんでもない技師に悩まされた話。私は30歳の専業主婦。夫との出会いは5年前に遡る。当時私は夫が勤める会社の取引先の企業で受付をしていた。夫はいつも明るく優しい笑顔で私に話しかけてくれていた。夫は明らかに私に好意を抱いていたが嫌な気はしなかった。むしろ私も夫のことが気になるようになり、だんだんと惹かれていった。ある日、夫から食事に誘われ連絡先を交換。それから頻繁にデートを重ねて交際がスタート。夫とは考え方や趣味が似ていて、一緒にいてとても楽しかった。そして付き合って2年、夫にプロポーズされ結婚し、今に至る。夫には姉がおり、その姉というのが私にとってくせ者だった。技師は大企業に勤めるキャリアウーマンで、とても優秀。バリバリ仕事をこなし、周りからは一目置かれている存在だ。収入も高く、独身貴族を謳歌していた。夫からはいつも、姉ちゃんは昔からすごくて、と話を聞かされていた。義実家で親戚の集まりがある時に顔を合わせたが、なんというかできる人オーラがすごかった。少し近寄りがたい雰囲気でもあったけど。義師はよく、専業主婦なんて私には退屈すぎて無理、と私に面と向かって言ってきては嘲笑ってきた。私はあまりそういう挑発には乗らないので、毎日楽させていただいてます、とおどけてみせた。私が反論してこないと義師は物足りないといった様子でどこかに行ってしまう。まあどうせ親戚での集まりぐらいでしか関わらないし、と思っていたので、それほど気にはしていなかった。しかし、ある日義師の会社が大量のリストラを発表。義師もそのリストラ候補に選ばれ、ついにはクビになってしまった。これには義実家を含めみんな驚いた。あの優秀な姉が、といった感じだった。義師は給料のほとんどを使っていて貯金はなし、ブランド品に高級店での外食にタワマンと贅沢三昧をしていたのだ。しかもタワマンについてはローンが残っており、失業手当じゃとても賄えないレベルの金額だった。義師は仕方なくタワマンを引き払い、義実家に戻った。それでもいくらか借金をしてしまい、義両親に立て替えてもらったんだとか。義師は今までの職歴から仕事なんてすぐ見つかるだろうと高をくくっていたそうだが、プライドが邪魔をした。再就職先に選ぼうとしたのはほとんど大企業。有名企業でのリストラは世間的にも認知されており、また他の大企業ならなおさらその事情には詳しい。なので、いくら他の大企業に再就職を試みても、あの企業でクビになった人かという印象の方が強く、義師はどこにも採用してもらえなかった。義師も義師で今までのプライドから有名企業じゃないと就職しないと決め込み、そのせいでニート期間がどんどん伸びていった。その間は家にも金を入れられないし、親への借金も返さないから、義両親も相当苦労したことだろう。一方、私たち夫婦は少しずつ貯めていたお金でマンションを購入。義師のようにタワマンではないが、新築の 3LDK のマンション。寝室と夫の書斎と将来生まれてくることを仮定しての子供部屋。新しい家はとても快適で、私たち夫婦は幸せな日々を過ごしていた。しかしそんな日々も義師によって壊されることになる。義師がニートになってから1年が経った頃、義父が癌で亡くなった。その時はまだ良かった。義父の遺族年金によって義母と義師は義実家で暮らせていたから。しかしその半年後、義母も義父の後を追うように病に倒れ帰らぬ人となった。義師は義実家の一軒家を相続しそこに住んでいたのだが、就職をしていないため生活費がなかった。ある日、義師は私たちの家を訪ねてきて、次の仕事先が決まるまで同居させてほしいと言ってきた。夫は私の気持ちなんかを考えずにいいんじゃないかと賛同。私は一旦夫婦で話し合いたいので、今日のところはお引き取りくださいと慌てて言った。義師は私が保留にしたことから、なんだよと言った冷めた目で見てきたが、黙って応じて家を出た。そんなに簡単に同居認めるなんてどういうつもり？だって姉貴も困ってるわけだし、親がどっちも亡くなった今、兄弟で助け合わないと。そうだとしても、まず妻である私がどう思っているか聞くべきじゃない？反対なの。そんな風に堂々と聞かれると言いづらいけど、同居するのは不安だし正直反対よ。なんで？部屋も余ってるしいいじゃん。
あれは将来子供ができた時のための部屋でしょ。でも姉貴も困ってるじゃん。困ってるって言ってももう1年以上ニートなのよ。いい加減自立しなきゃダメでしょ。姉貴は前の会社よりランクが下のところに勤めたくないんだよ。どちらも折れなかったので話し合いはなかなか終わらなかった。しかし最終的に夫が、何かあったら俺が何とかしてやるから心配するな、それに案外すぐ仕事が決まるかもしれないだろうと言って、結局義姉の同居を認める形となった。それでも心配だったので私は条件をつけた。まず派遣やバイトでもいいから、とにかく何か仕事をすること、そしてできる限り就活をして早めに正社員として就職すること、あとあくまで同居には反対で、なるべく早く家を出て行ってほしいということを夫に伝えた。夫は、姉貴は優秀だから大丈夫だよと言っていた。本当に優秀なら早く仕事見つけてくれよと思った。こうして義姉との同居生活が始まったのだが、これがまあ地獄。まず義姉は部屋が汚い、そしてリビングにも服や靴下を脱ぎ散らかすし、食器だって全く洗わない、家事も全くしないし料理もしない。腹が立つのは自分は何もしないくせに私にいろいろと指示を出してくること。佐伯さん、これも一緒に洗ってくれる？どうしたらニートでそんなに洗い物が出るんだ。佐伯さん、私どら焼きが食べたい。あ、スーパーのじゃダメよ。ちゃんとデパートにある有名なお店のやつね。今から晩ご飯作るのでそんな暇ないですよ。あんた専業主婦のくせに何言ってんの？楽してるんだからそれぐらいやんなさいよ。こんな風に私が反論すると、専業主婦のくせにという枕言葉であれこれ言い返してくる。他にも私が持っているブランドの服を勝手に着て出かけたりするし、もうわがままし放題。夫に相談しても、姉貴もストレス溜まってるから多めに見てやれだって。同居前に言っていたことと全く違うじゃないか。私は夫にひどくがっかりした。そんな中、義姉がついに仕事に就いた。と言ってもジムのパートなのだが、それでも私はやっと働き出してくれたことに安堵した。しかし安堵したのもつかの間、義姉はお金を入れるどころか入ってきた給料でブランド品ばかりを買い漁る、あるいは同僚と飲みに行ったり高級ランチに使う。そして私には、専業主婦より私の方が偉いといった態度を取ってきて、毎日弁当を作れと命令。まあ夫にいつも作ってるから人数が一人増えたところで問題はないのだが、言い方や頼み方ってものがあるだろう。夫に、もう限界、いつ家を出てってくれるの？と言うと、やっと働き出していい方向に向かってるんだから見守ってやってくれよと返しが。もうこの人には何を頼ってもダメなんだなと思った。夫はどちらかというと義姉の味方だ。前も言ったように義姉が自慢のようで崇拝している節がある。もしかして初めから一緒にずっと住むつもりで追い出す予定もないのではないかと疑った。そんな考えが出てくると途端に憂鬱になった。ああ、もうこの家を出ようかなと考えていた時、それを後押しするような出来事が起きた。ある日、いつものように私が晩ご飯を作って出すと、義姉はこんなもの食えるかといきなり料理を床にぶちまけたのだ。何するんですか？あんた私が人参好きじゃないって知ってるでしょ？なんとシチューに人参が入っていたというだけでぶち切れたのだ。私は一緒にいた夫の方を見た。夫は、姉貴は昔から人参が苦手なんだ、わかってるだろう？と床に料理をぶちまけた姉を擁護。もう堪忍袋の尾が切れた私は、そうですか、お姉さんがいつまでも出ていかないなら私が出ていきますと言って荷物をまとめて実家に帰った。実家の両親は事情を説明すると私に同情してくれた。私は怒りが収まらなかったので友人に全てを話した。その友人というのは義姉と同じ職場で働いているのだ。今までは陰口というか告げ口のようなことはしたくなかったので、義姉の仕打ちについて何も言わなかった。悪評が広まって義姉が正社員になる道が遠のくのを懸念していたのもある。義姉が正社員にならないことはいつまでも家を出ていかないということだったから。でも今はそんなことはどうでもいい、むしろ悪評が広まれと思った。私は義姉が家でいかにズボラであるかとか、私に対する態度がひどいことについて友人に事細かく愚痴った。友人は、あの人がそんな人だったなんてと驚いていたが、面白い話を聞けたと言わんばかりの好奇の目をしていた。
次の日、義士から早速電話が。あんたなんてことしてくれたの？何がですか？あんたのせいで私笑い者よ。しっかりしてるように見えて意外とズボラなんですねってバカにされたのよ。事実なんだからしょうがないじゃないですか。何よあんた、専業主婦のくせに生意気な。専業主婦関係ないと思いますけど。うるさい。私の方があんたの何倍も偉いのよ。それに今の職場だって、あの有名企業に働いていた私にとってはおてんでしかないの。そんな職場にいる奴らに笑われるなんてほんと最悪。ひどい言いようですね。ふん、さっさと大企業に転職しておさらばしてやるんだから、あんたも覚悟しなさいよ。一体何を覚悟するというのか、もう帰る気はないぞ。するとその後すぐに夫からも電話が来た。おい、お前ふざけんなよ。姉貴に恥かかせやがって。お前とはやっていけない、離婚だ。もう何を言っても俺は決めたからな。私が困るとでも思ったのか、つくづくバカな夫だ。はい、離婚しましょう。え？もう離婚届用意してるから、記入したらすぐ郵送するね。ちょっと待て、本気か？はあ？離婚ってワード出したのそっちでしょうか？いや、そうだけど。あんたも結局専業主婦である私を舐めてたってことでしょ？立場が弱いから離婚したくない、許してくださいって懇願してくるとでも思ったんでしょう。それは。私むしろ清々してるから、あの最低な義士とあんたみたいなシスコンと離れられて。もう会うことはないから、じゃあね。そして私たちはあっけなく離婚した。夫も義士と同じようにプライドが高かったのだろう。後には引けなかったようで、離婚届を出したよという連絡だけよこした。夫とのやりとりだけだったら穏便に済んだものを、ここでも義士が突っかかってきた。夫との離婚が成立した後、義士は私に電話をしてきた。あんた専業主婦のくせに何離婚を受け入れてんの？ほんとムカつく。収入のないクズなんだから、もっと懇願して地べたに這いつくばりなさいよ。家族でも何でもなくなった相手にまだそんなことを言うのか。私は義士に復讐することを決意。その方は至ってシンプル。何かの時のために義士との電話を録音していたのだ。私はすぐに録音データを持って義士の職場に行った。あんた何やってるのよ。皆さん聞いてください。そこにいる元義士はとんでもないことを言っていました。これが証拠です。そう言って私は元義士が職場の人たちをバカにしていた時の音声データを流した。それに今の職場だって、あの有名企業に働いていた私にとってはおてんでしかないの。そんな職場にいる奴らに笑われるなんてほんと最悪。音声を聞いた職場の人たちが一斉に元義士に冷たい視線を送る。これは。元義士はすぐに上司に呼ばれ、奥の部屋へと連れられていった。その後、元義士は厳重注意を受けた程度で済んだらしいが、周りからの冷たい視線に耐えきれずに自主退職したらしい。結局ニートに逆戻りとなり、元夫に帰省しているんだとか。しかし元夫も私との離婚で財産を半分取られたことから、懐事情がかなり厳しいようで、そんな中、浪費癖のやまない姉を抱えるのは相当きついそうだ。本当、ざまあ見ろって感じ。一方私は実家から通えるパートの仕事を見つけ、地道に働いて正社員になった。今は貯金しながら趣味に仕事に打ち込んで、楽しい独身生活を送っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。